体のケアと心のケアと同時にやるみたいなね、このライターズフォークってね、そうですよね、あのマルチに才能を発揮するっていう意味なんですけれども、あの二足のわらじを履くっていう意味もあるし、あの近いところで、まあなんていうのかな、こう近い業種でこう、あの同じ、なんていうのかな、仕事を掛け持ちするような、そんな意味もありますしね。でここにやはりあのメディカルライン入ってるので癒し系の方でありますね、だから癒しのお仕事はとても向いてると思いますね。よかった、でしかも生涯現役で、そう、それ嬉しいですねそうそうね、多分いろいろ紆余曲折とかあるかもしれませんけど、あったかもしれませんけれどもね、これから先、しっかりご自分でこう道を切り開いていかれるのかなっていう感じですね。